はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、鴻上亮健です。さあ本日なんですが、ギチギチに規制がぶち壊れましたドラゴンリンク、まあ救っていこうと思ってましてですね、ドラゴンリンク最近ですねありえん規制をねひたすらに食らいましてですね、まずカオステリトリーがね純正義になった、リボルバ ー, あークイックリボルブが純正義になった、でさらにワイバスター、禁止になりました。はい、もうここにワイバーと、入れてるしね出てきません。なんとワイバーなんでかっていうと禁止だからです、禁止と入れるとやっとね、出てくるようになってるんですけどもはい、やりすぎだろどう考えてもやりすぎだって、展開ちょっと長かっただけじゃん、マジでよかましいわマジで、許されということで、このドラゴンリンクなんですけども、まあ、どういうねリペアプランを今回取ってきたかっていう話なんですが、まあちょっと今回はですねこの最強モンスターアナコンダをねぶち込んできましてですね、これまあそろそろこいつ首怪しいとマスターディエルも言われてるんですけどね出張性能高すぎて、ベルデアナコンダくんが一応最低保証展開値として、今回採用しております。ドラゴンリンクねだいぶ展開きつくなりました。正直手数があんま出ません。カオステリトリーとかクイックリボルが再現規制されて、さらにワイバースターもいなかってるんでだいぶ手数出ない。要は今までって結構手数でそのまあゾウジーとかは別だけど打たなければね、ゾウジーとか打たなければウララとか無限保養とかエフェクトメーラーとか別に貫通できるレベルの展開力があったんですけども、意外と今回止まります。もういなくなってるから見解札が。だからその、まあ、B セット増やしたところで結局墓地壊れて意味ないし、結構止まっちゃうことが多いんですね。ただやっぱ最低限モンスター2体くらいは並ぶよというのがあるので、まあそこの時点でやっぱりまあアナコンダをぶち込んでいく。はい。で、アナコンダからのまあ楽園融合ですね。楽園融合でまあアルバスを落として融合していくと一応ミラージェード出るんで、まあ、ミラージェードからそのスプリン、リンドブルーム落として、スプリントにつなげるというね、妨害。まあだから要はアナコンダイコール2妨害になっているということで、まあ最低保証値として、ベルテアナコンダを採用しております。はい。まあ一応ね、一番初動はブラックメタルとか、ありますし、あとドラグニティをねぶち込んでもいいと思うんですけども、まあちょっとドラグニティとかぶち込むとドラゴン、縛りがついてなんか後手きつくなったりするしね、なんかそのまあバランスよく戦うんだったら、まあなんかその今まで通りの展開にプラスしてなんか最低保証値を入れた方が僕はいいんじゃないかなと思ってるんで、なんでまあちょっとこっちにしてみてみました今回はね。まあただこれのデメリットとしては枠めっちゃくんですよエクストラの。だからね枠きついっていうエクストラの入れたいカード他にもいっぱいあるんですよ。なんですけど、これ枠きつすぎて、今回こういう風になってるんですよね。で、あとね、やっぱりカオスルーラーがガチで痛い。このカードな。このカードのパワーがやばかったから、ドラゴンリンクって。これでやっぱそのミッドレンジ、圧倒的にそのアドバンテージさんによって、まあ、勝っていくっていう、まあ、ゲームプランだったと思うんですよね。今まではドラゴンリンクって。これができにくくなってるんで、やっぱね、継戦能力みたいなところはね、やっぱどうしたって低くなってるとは思うから、まあ、圧倒的弱体化は入っていると思いますけれども、デッキとしては。まあ、ただ、まだマスター1いけるくらいのパワーは多分ありますんでね。はい、このデッキ。なんで、まあ、ちょっと、今回はこいつらに頑張ってもらおうと思ってます。まあ、ちょっと、こいつそろそろ怪しい。はい、デュエル。スタンバイ。うわー、マジックカードないパターンか。これガンマでね、じゃなんか普通にさ、混沌領域とかさ、あっちあるとさ、ガンマなんか打つタイミングがあるんだけど、これモンスター召喚から入っちゃうから、なんかガンマ、こういう判断って無理なんだよね。まあ一応混沌領域とリボルブがね、2枚になりましたよね。2枚とも、純正義になりましたよね。だいぶ減っちゃいました、マジックカードが。はい。まあ、特にリボルブのね、リボルボってなんだ。リボルブのね、マジで規制はめちゃくちゃ痛い。ね、とりあえずリボルブートセクター加える、まあ、増地はなさそうな気がするな。あ、ドロール&ロックバルだ。なるほど。まあ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 いいでしょう。ドロール食らった時の止まりどころはね、一応ね用意してるつもりなんで。で、バレットモンスター特殊召喚する。いや、これどうしよっかな。1体残しとく必要あるのかな。まあ、とりあえずこれ、特殊召喚、闇属性しか漏らさないか。さすがにこれエンドまではいけねえだろ。リンク的に、リンク数的に。なんか、まあ、とりあえず1回出すわ。で、
アナコンダしに行って、まあこれでまあミラジードでごまかしてエンドランじゃないかな。ドルバ結局なんか打たれた時に、まあ一応ねあのビーステップとかめちゃくちゃ引いてれば多分なんかいけるんだろうけど、まあ、基本は無理なんだよね。なんでまあベルトアナコンダで、まあ、止まるようにあの構築を一応してます。はい、まあ、これが環境への回答でしょう。ドロバ打たれてもとりあえずモンスター2体並べば、メラジェイトは出ると。はい、行きましょう。エンド、まあここね白雪とかにも入れて何だっけ、白アルビオン出しに行く構築もあるんですけど、ちょっとあのエクストラ的な枠がなさすぎて、あの一応3枚でギリギリ収まったんでこれにします。ドロバってねマジでねアルティメットきついんだよね。うわカラリウム、なるほどね。まあスキャクロー、バナデム系、世界旅行系、そっち系でしょうね。まあとりあえずねこのデッキもねかなりパワー上がったんで、まあ、ドロバ結構効くんじゃねえか。そうでもねえかな。いやでも結構効くわ。多分ドロバは結構効くけど、いやこれ一回ハカーナ打たせる。ここにハカーナ打たせましょう。あれない、あそうない、じゃあ増水打ちたかったなこれさ、いやわかんねえ、これはこれは普通に除外していいんじゃない。モンスターこれ除外していいんじゃない。なんだっけ、リウム出てきても、まあ出てきたもんリウムをはか除外できるんで、まあ、まあんま関係ないから、これはオッケー。いやドロール&ロックワールドさ、増水持ってるときさ、どっちから投げるか問題マジで発生しない。これキモいんだよな毎回毎回。これどっちから投げればいいんだみたいな。相手ハカーラ持ってたらさ、ドロールから投げたいじゃん。でドロール投げてドロールにハカーラ打たしてから、なんか増重で相手なんか絶望させるみたいなね、あのパターンあると思うんですけど、この今度逆にこうドロール通るとさ、増重の前あのドローができなくなるから、これマジでむずいよこの問題。この問題ちょっとさ、あの遊戯王マスターデュエル研究会でちょっとなんか議題に上げてくんないか。うわやばい普通に。いやでもこれあれだろ、アムリタイラ行かせなきゃいいだろ。アムリタイラ行っても大したことないけどってのは多分な。まあ一応リンドブルムの効果使って出しに行きましょう。でアムリタイラ行かせないようにビサススタフロストを吸収しちゃえばいいんじゃないかな。で今墓地にあのあれの素材がないからさ、ビシャスの素材がないから、多分ねこれ大丈夫なんだよね。はい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 。でミーク効果とカラリウム効果で中ナが2個出てきて、なんか結構やばそうなあの匂いするんだけど、いや多分ねこれ中ナ側が用意できなければ多分なんとかなんでね。で、はい、ではこれアルバスの楽園の効果によって手札一番してると、相手のフィールドを特殊このターンで特殊されたモンスターと一緒に融合して、スプリントが出ると。これどこだ？わかんない。ここでスプリンド、オッケーで、これで一応ビシャスは出てこんから、あとだからこうチューナー2体並んだところでだろう、多分。これスプライト入ったらやばいか。スプライト入ってたらスプライト展開されるか。いやー、やばいか、これ。やばい、2レベル2が2体。いや、最近の、あ、メインフェイスしようもオッケー。最近のマナでも多分ね、入ってないと思うんで、まあ、多分大丈夫ですね。はい。先のマナドムあれなんで、基本的にスプライトまでは入ってない方が、まあ大体多いかなと、思うんで、まあ大体大丈夫だと思うんですけども、まあでもスプライト入ってる方もありますね、普通にね。存在はしてます。ちょ、わかんない展開方法。あと、でも打点作って投げればいいんだけど、打点作って投げに行く、ちょっと待って、ビサススタクロスと墓地いない方がいいか。一応ビサススタクロスと除外してもらっていいわ。これで、もうビシャスアストラウドは絶対に出させないの構えね。あとはディスパテル出しに行きます。パテル出す、はい。でダークネスメタル出す、除外特殊で効果、ブラックメタル、いいよ今のところで、リンクしに行く感じだね。ここと、ここかな。あとはでも、ちょっとリンク値を伸ばして、バレルエンドまで行きたいですね。基本的に。
多分ニビル持ってたら多分さっき投げてると思うから、まあでもデッキトップドローしたっていうパターンはあるけど、まあ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 、ちょっとキル取りたいんで一回ニビルはケアせずにちょっと一回普通に展開しに行くんですけど、ニビルケアできたんかな今。サベージとか出したらいけるか一応。わからん、あと適当に多分リンク数稼げばいけると思う多分。バレルエンド出せば全員に投げれるから、バレルエンドが最強だから実質で。でデストロード落として、何これ、どういう展開すればいいのこれ。ちょっと待って、でブラックメテを出すでしょ、でこうでしょ、でこうでしょ、はい、でディスパってるで、ちょっと待って、マジでわかんねえ。リチャージャー出す。はい。これ、ここでいいのか。ここで、ピスティ出す。ピスティ出す。で、はい。間違えた。やべ。いや、でもまだカバーできるか。間違えた。そう、課金モンスターなかったわ。課金モンスターなかったら、ちょっと待って、デストド出なかった。ちょ、見せた。スリーバースト出す。いや、まあ、でも多分大丈夫か。多分いけるな。守護竜、落ち着け。俺、まだ95秒あるぞ。まだ大丈夫だ。焦るな。まだ、落ち着け。まだ焦る時間じゃない。鮮度は言っていた。まだ焦る時間じゃない。3、4、5。いや、マジでミスったわ。ゲロミスした。いや、まあ、ゲロミスしたけど、いけるか。ゲロミスした、あ、これも課金モンスターでよかったな。ちょっと待って、やばい、ちょっと、いやでもこれで多分いけるだろう。で、効果発動して、はい、で、バレット特殊召喚してマジでクソみたいなプレミしてんな。アルティメットゴミプレミしてるわ。ちょっと待って、これでいったら多分、まあ、一応出しとくか。一応出しとこう。やべえ、まあ、本当にゴミみたいなプレミした。ちょっと待って、46秒しかないから、ちょ急げ、マジでちょ、もたもたしてる時間ないから。これでバトルフェーズか。いや、これ絶対サベージ出せたけどなちょっとミスったわ。ちょ、ミスったけど許してくれ。いや、多分勝ちだこれ。全部殴ったらなんかミニクで頑張って耐久しようとしてきてるけど、耐久しようとしてきてるけども、バレルエンド君がなんか無限に殴れるんで、無限回殴れるんで、これ相手モンスターに無限回殴れるって書いてあるんで、はい、で大丈夫。いや、もう無限に壁生成されてるけど問題ない。バレルエンドダメんな、マジで。ほら、これ実質あれだから、あの召喚獣プルガトリオやから。はいはい、おや、1800。あ、オッケーいける。あぶれー。なんか最後めちゃくちゃプリムしたけど、なんか展開力でカバー。対戦ありがとうございました。いや、やっぱアナコンダは強いわ。うわー、なるほど、隕石アルマゲドンするしかねえな、これな。アルマゲドン、聞くべきだってくれ。ラビデンスがやめろ。これなんか展開系がなんかちょっと、こういう、なんか、なんつうの、出てきたとき、ラビデンスが結構強いからね。残機か。いや、Bセット浸ったな、マジで。これマジで Bセット系なんだよな。これトップ Bセットだったらいきなり話変わってきたりするんだけど、多分ニビルは結構ケアできるんだろう。抹殺いてないと多分一気、ニビルケアできないと思う。ケアっていうか、まあ、向こうにはできないと思うから、まあ、超怪獣は通っちゃうと思うけど、いや、まあ、ビーストと引き分けたな、これ。ダランベルシアン、オッケー。ダランベルシアン、オッケー。まあ、データもダイヤ持ってくるでしょ。で、ダイヤ召喚で、特殊召喚に2ミリぶち当てて、まあ、超会場のコスト残機3枚は多分墓地いっちゃうから、まあ、あとはその、ここの超会場に、まあ、召喚機使ってオッケー。ここの超会場に、ぶち当てる。で、バゴーンとぶち当てて、おら、いけ、おら、よし、オッケー。まあ、トークンどこでもいい。まあ、真ん中とかなんかな、ちょっとわかんねえな、あのデッキ。まあ、今じゃなくてもよかったかな、出すの。なんか、リソース使わせてからよかったかな。でも、なんか、ヒートソルトが出てくるかもしれないしな。ちょっとわかんないっす。Bセット。マジかー、伏せ3枚の多くない？伏せ3枚はまあまあ多いな。まあ、一応ブラックメタル召喚するしかないね。ブラックメタル召喚するしかない。
ここで打ってくるかな。あ、打ってこない。ここでは打ってこない。なるほど。ストライカー出しに行ったタイミングか。じゃあ、いや、これリボルブルトセクター発動したタイミングか。でも打ってくるとしたら、ね、ストライカードラゴンを特殊召喚して、ブラックメタル、まあ、多分これ一番墓穴ぐらいあるでしょ多分。あ、そうだよね。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。で、抹殺の指名者で墓穴向こう。まあ、ブラックメタル多分通らないと無理だろ、さすがに。で、いや、あと2枚でしょ。まあ、超解除だよね、1枚は。でも、抱擁かな。伏せるカードもう、だって抱擁くらいしかなくないか、あのデッキ。何あんだろう、ブラフとか。まあ、ブラフやることあるかな。いや、でも多分、スモガとかだったら、多分なんか、手札に抱えるんじゃないかな。なんか1枚無限砲な気がするんだよね、あれ。まあ、ちょっとレッドアイズダークネスメタル君出しに行くしかないですよね。で、ストライカードラゴンを、除外して、レッドアイズダークネスメタル出していく。超解除来るか。あ、来るか。いや、ビーステッドだった、マジで。まあ、しょうがねえ。いや、これ何抜かれていいんだ。トレーサーしかないか。トレーサー以外認めない。トレーサー以外認めません。トレーサー以外を、抜くことは認めない。マジで。頼む。頼む。4分の2。4分の2。4分の2。だからつまり2分の1。50%。50% 買いくれる。買いくれ。買いくれ。買いくれたよし。いけるぞ。いける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 。まだいける。いや、じゃあまだいけるんだろう。ラプラシアンダイヤ入れなんだよな。これ一回殴るか。ダイヤ入りめんどくせえな。殴るせざるのか結構。バトルフェイスだな。一回、ラプラ殴ってから考えるわ。はい。これで妨害なかった。で、メインツ入る。で、まあ、そうですね。まあ、リボルブードセクターか。多分ね、あれ無限行為だと思うんだよね。あれだけ伏せるカード多分それぐらいしかないから、リボルブードセクター発動する、無限行為を打たれる。いや、打たれるんだったら打たれるで、アナコンダすればいいか。難しいですね、結構これ。リボルブードセクター発動効果で、手札から、バレットモンスター特殊召喚したいよと。OK、出る。出る。いや、もう打っていいね。さすがに。ロムルスはしてる余裕ないもんな。ロムルスしてる余裕ないから、普通にこのリボルブートセクター割って、特殊召喚したいですよっていこうか。発動したいですよ。で、チェーンある。あ、ベーラーか。ベーラーあんの。マジかよ。やれ、無限紅葉かな。抹殺とかだったらしないちょ、淡い期待をかけて展開しに行くしかない。これで返したら負けるよな。これで返したら負けるよな。これで返したら負けるんだったら行くしかないっすよね。これラザレア出してしょっても意味ないし、モンスターロック買っちゃうから。いやー、まあ、ニビル残してこうして、まあそうだよね。なんかチェーンしてるもんね、ずっとね。一生ね、一生チェーンをするか。でもなんか、いや、これマジで無限包容じゃないことだけ俺祈ってるんだけど、これね、こうな気がするわ。残機だからこうだわ。で、どうせ展開するためには多分これ天気殴んないといけないから、相手ってことは絶対生き残ると思うんだよね、これ。多分なんか、そのトークンで一回殴りに来てって感じだと思うんだよな。無限効用での、への回答、やっぱその天気の正確印っていうね、圧倒的回答があるんで。はい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 。まあとは、あ、バット、そうだよね。まあそうなるしかないよね。そうだよね。そう、こうなんだよ。だから天気の正確印でリリースして、墓穴だけやめてくださいということで、墓穴やめろ。 OK で、トークン戻すで、リリースされたから天球効果。いや、まあさすがにマグナムと。で、多分これ無限包容でしょ。そうだよね。うん。あ、よかった。アナコンダいかなくて。マジで。マジでアナコンダいかなくてよかったわ。OK。まあいいだろう。さあ、こっからよ。相手手札を2枚。展開されたらやばい。普通に。まあ、こっちもリソースが
ないのでトップ勝負にはなるんですけども、やばい、それはちょっと待って、やばいスモールワールドとかにキメーカーで撃たれた。ちょ、ガチでやばい。マイクロコーダー、やばい。なんだこれ、うーわー、ちょ、もうこのデッキ強すぎだろ。やばいって、サーキュラーはなんで、サーキュラー1枚からこんなことになるの、マジでやばいんだけど。このデッキどんだけ展開力あるの、もうおかしくない。うわ、これ全てが無に消されるやん。これアクセスヒートソウルってこと、もう終わりだよ、この世は終わりだ。一体全体これどこまで破壊されるんや、これちょ分からんが、まあ、とりあえず、まあ、リボルブートセクターは許してもらえないだろうな。まあそりゃそうだよな、リボルブートセクターは許していただけない。はい、でマグナムードをぶっ殺される。あ、でももうリンクボスいない、これ2ビルは残る。いや、2ビル残していただけませんか。2ビルも殺されるから、これ。あ、2ビル残る、来た。いや、2ビル残ったらある、アナコンダはいけるぞ、バレットキャルバー来た。いや、生き物であることが重要、これは。いや、相手結構これ何プしたろ。いや、俺にはまだ、俺たちにはまだアナコンダがいる。あ、ヒートソルね、オッケー、ワンドローね、了承。まあ、3戦の際ケア、3戦の5、3戦の際ケアなのかな、これは。わかんないけど。で、この2体で融合というか、リンク、ベルティングアナコンダ、ベルティングアナコンダぶっ込んでいくしかねえ、もう。マジで、これしかねえ、俺には。残された道はこれしかねえ。楽園融合を墓地送って、融合召喚。リソースがないが、モンスター2体が残っていれば、それだけで妨害になる、いけ。危険竜、ミラージェイド、バトルフェイス入ってからでいいか。バトルフェイス。うわっ、くらえ、おー、おらおらこいかかってこい、くそがーきしょー、マジであのデッキクソ強いな、マジでクソ強いわ。とりあえずでもトランスコードトーカーもいるのやばいけどな。トランスコードもいねえか、改ま、なるほど、トランスコードもいねえじゃん、トランスコードさっき除外したわ。ってことはこれ、クリハからトランス蘇生してネオテンとかされないな、多分。いや、これでもさ、普通のそのモンスター2体並べたところで、そのモンスターなんもならなくない、このデッキ。なんかサイバーじゃなかったら、なんかできましたっけ、あ、バグガスか、これ。うーわ、きしょ。出ました、遅延行為。圧倒的遅延行為入ります。これ遅延行為だよ、これマジで。いや、言うて、これバカみたいに、バカにしたけど、正直、突破できません。突破できませんといったところですね。はい、すいませんでした。いや、これはですね、まあでも相手も言うてか、多分アーゼンスは多分入ってないと思うから、さすがにあのデッキ。枠ないからね、エクサデッキに。だから、多分大丈夫なんじゃないかな。まあ、相手も多分リソース溜め込んでなんか勝負してこようという話なんでしょうかね。あ、増字か。あ、まあまあ悪くないね。悪くはない。次のターンには死ぬよな。はもしかして俺これキルされる？いや、でも G もあるし、言うてスプリンドのあの妨害もあるから結構なんとかなりそうですけどね。これキル取ろうという展開をしてこようと。あ、オッケー。エンドフェイズなんだ。え、じゃあいけるんじゃない？待って、ちょっと少々お待ちください。ガンマケアしないといけない、一応、サキリンのブルームか。これ、打点並べれば勝てるでしょ、これ。ちょっと、アルバスの楽園くん出しましょう。アルバスの楽園くん出して、まあ、ちょっとこれ出すだけなんで、アタッカーになるだけなんですけども、アタッカーとして、これ、相手ダウンにしか使えないからね、リンのブルームは。まあ、全然いいよ、それは。全然いい。全く問題ない。1ミリも問題ない、それは。ご自由にどうぞ。もう好きなだけドローしな。まあ、好きなだけドローってか、まあ、1枚しかドローできないよ。特殊召喚。はい。で、ミラージェイダーの効果によって、相手のバグスが破壊される。来た！打点揃ってる。ドロー。攻撃表示。攻撃表示。バトルフェイズ。よし！イエス！危ない！神ゲー起きた。
マジで。あれマスクありがとう。なんか下振れ拾おうと思ったビーステッドアルベル君、なんかめちゃくちゃ手札に来るんだけど、どうしたらいい？あ、アセントステージ来た。いやこれさ、まあ一応ルベリオンでサーチできる下級モンスター1体入れてこないと事故率やばいかなと思ってさ、一応さザ・ビーステッドアルベル一応入れてるんですよ。あのルベリオンで下級サーチして下級から動いていくみたいなことできるようにね。いやなんだけど死ぬほど来るザ・ビーステッドアルベル君、ちょマジでやばい、こいつマジでキスやんだよ。てかお前、まあね、あのレベル4のチューナーでルベリオンからサーチできるっていう点だけはマジで優秀なんだけど、もうそれだけなんだよな。ビーステトベーションねえから副楽園で創生できねえし、楽園の獣でリリースできねえし、もうなんやねんみたいなね話あるんですよねこれ。え、ホープレイビクトリー、なんかあれじゃんこれ、ベクターとの絆のカード、あホープレイ V か、ホープレイ V、 ベクターとの絆のカードですねこれ。はい、まああいつの間に絆なんてないみたいな話あるけど、これは一体何デッキや、なんか分からんけどやばい動きしてるな。とりあえずヌメロンドラゴンが出てくるのろくなデッキじゃないからな。ちょっと待って、なんかやばいことしようとしてるね。2万6000やば、支援の感じは、え